ね。はい。はい、右ラダー、右スペックが中立だから、はい、大体想像しながら、はい、はい、この右スキッドのテールをつけながら、この位置な、はい、これで様子を見る、はい、はい、でこっから場所をずらさないように、方向をずらさないようにゆっくり上がっていく。ちょっと方向、右強すぎるよ、はい、はい、次に右ラダー、右スティックが中立位置ね、はい、はい、中立を探るために。では垂直着陸はもうホバリングコード下げていくだけね、はい、はい、ゆっくり探りながら下げて、そう、どうだろう、どうだろうって。でこの辺からグランドエフェクト効いてくるから余計細かい操作、そう、はい、じゃあもう一回、はい、はい、じゃあもう一回、はい、はい、ここでもう準備しとくよ。はい、まず左スキット上げる、そう、でさっき右行き過ぎたから右をそんなに強く踏まない、そう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 、ゆっくり上げて、そう、前行かない、そう、はいはい、ホバリング安定 1.2m ね。でこの方向で、左下げると機種が上がるから、その分気持ちだけ抑えながら、はい、下げる、少し前、下げる、少し前で、左ラダーも踏んでいく、そう、はい、左下げるとこ上がるからな、はい、それ気持ちを常に右前、右前押さえていく感じ、はい、いい、はい、はい、離陸、はい、まず左スキット上げていく、はい、はい、でこの位置から方向もずらさないで、ちょっと右行き過ぎ、おお、そうそうそう、ちょっと下がったな、はい、はい、ゆっくり左下げたら少し前、左下げたら少し前で、左ラダーも、そうそうそう、はい、はい、じゃあ今度自分でやってごらん、はい、はい、引かない方がいい。